はいどうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はですね、福袋的なものを買ったらついてきたこちらのねブースターを開封していきたいと思います。あと追加でセットブースターが2つあります。でね、今回はねその22,222 円かな、22,222 円の福袋を買ったらこんな感じでついてきたんですけど、まあなかなかね今回はそんなに福袋の用のカードを揃えなければならないので今回は控えめですとか言いつつね、なかなかねパクアドの内容だったんですけどもね、はい、どうしよっかな。なんかね当たりが一番大きいのなんだろうなと言ったら神川物語かなと思うんですけれども、ダブマスはなかなかいいカードはいっぱいあるけど、最近結構ね抜かれてるせいなのか値段が下がってきてるものが多いから、これ最後から3番目にしようかな。バルターズゲートもねイニシアチブのカードがねそこそこ活躍してるっぽいんで、これは後にしようか。団結に飛びなりゃ、ニューカペナも結構好きなんだけどな。じゃあこのまず兄弟戦争からいきますか。今日はサクッとブースター開封していく動画になります。サクッとねセットブースター最後の方にレアガールだったかなと思います。あ、ちゃんと見えてるかな、大丈夫か。でアンコモンがまだある、ここら辺からか。ここからが旧枠のアーティファクト、はい、武勇の印象。これねシールド戦の時にめっちゃ使われて結構強かったんですよね、これ。やられて嫌だった。で、緑の。静止のコアームとか違う。ティタニアの命令ですね。6マナで、モード4つから2つ選べると。墓地のカードを追放して、その分ライフ得ると。土地をデッキから2枚持ってきてタップ状態で出せて、緑の22のクマを2体出せる。プラス1カウンターを2個置けると。はい、そんなやつ。で、ホイールが最後になると。特に何もなかったか。組み立て分解、あ、ファクトとかエンチャント打ち消しですね。あと起動型とか誘発能力も、打ち消せるよってやつですね、はい、なかなかこのティタニアの命令はね枚数がなかったんでこれは意外とありがたいかもしれないな。はい、ちょっと一旦こっちにしまっちゃうか。でちょっとこのねちょっといろいろあってもらったやつがあるんですけど、はい、こちらを回収していこうかなと思います。よーし、いろいろあったんですよね。あ、ロランの脱出ね、これね強いんですよね。ファクトかクリーチャーを一つ対象として呪言か破壊不能、呪言と破壊不能を持たせるってやつ、これね EDH とかだとね大事なカードがいなくなったりするのが嫌なのでこういうのを使うのがねなかなかコツなんですよねと、なんか勝手に思ってます。あ、第三の道の偶像破壊者、これなんかね結構強そうなんだけど、前エレベーターでなんかカードショップから降りてくるときにこの2マナがなかなか出ないんだよみたいなことをねなんか喋ってる人たちがいましたねなんかねスタンダードこの2マナが結構大変なのかなとかちょっと思ったりしましたが、どうなんでしょうね。はい、ただいいカードではある。あ、やった、ガラクタっすね。ガラクタはねもう青赤のデルバーとかねめっちゃ使うんでこれはありがたいですね。やったぜ、まだある。お、最初この星もこれも何かと使うカードですよね。テリア注目のストーリー、黒い、あ、棺か。これ注目のストーリーって書いてるけど、確かタウノスさんがこの中に入って、そのウルザの殲滅派を防いだみたいな、防いだっていうか自分がそのウルザの殲滅派から逃れられたみたいな、なんかそんなやつだったらしいですね。21、はい。アミシラさんですね、はい。これは、どうなんでしょうね。プロテクション全てを持っても、なんかリベリエーター号のデッキとかだったら瞬速で出してて割と強かったり強くなかったり、
どうなんだろうなっていうカードですね。はい、であともう一つ、おなんか後ろがあるということはリストがあるんじゃないか、リストがある可能性、おこの、ね、白金の天使がね僕めっちゃ好きなんですよね。ミラディンで収録された、相手は勝てなくて自分は負けないっていうやつですね。これかっこいいですよね、天使かっこいい。これの設計バージョンのホイールがちょっと欲しいなーとかちょっと思ったりしますね。はい、口調狩り、アンコモンが混ざったで、キューバアーティファクト、ヘルズベスティレル、あタリスマンですね。このタリスマン重いですよね。あ、羽ばたき飛行機械ですね。羽ばたき飛行機械はなんか何枚あってもなんかいいですよね、これね。で、レアが125。アシノットは解決策を考え出した。これなんかパーマネント上げるやつじゃない？違うか。人体改造機の冠。これも結構なんかなかなかいいカードですね。2マナでプラニプラゼロ修正と、装備してるクリーチャーが死亡するたびにカード1枚引けるっていう。頭蓋骨締めの若干調整バージョンだけど、その分パワーが上がってるんで、単純にこれだけでもダメージが増えるんで結構いいですよね。はい、こんな感じか。あ、これね、これね、よくあるやつ。あのね、リストと間違ってこれね、これあったね、これはありましたね。はいはいはい、まあ、ロランの脱出とかはなかなか使えるカードだからいいんじゃないかなとちょっと思いましたね。はい、あとこの偶像破壊者はいいし、ガラクタもいいですね。ガラクタは何枚やってもいいですね。じゃあ次、久々にニューカペナの街角いきますか。ニューカペナの街角はなんか逃走者のカードが結構面白いカードが多い気がするんだけど、どうなんですかね。なんか結構プレブとかは値段下がってますよね。ただ割といいカードは入ってるんじゃないかなとちょっと思ってるやつ。縦カウンターを置くやつ。これはなんだ、わからん。このこいつね、なんかねめっちゃねうちにありますねなんかあんまり強くないけど、あんまり強くないけど、なんか普通に見たらカードパワーめっちゃ高いですよね。3マナ42で警戒と、で死亡したらトップにあるライブラリトップを5枚見て、その中からクリーチャーカードを手札に加えられるって、なんかね、なんかめっちゃ弱そうだけど、なんかよく考えたらめっちゃ強いんですよね、こいつね。で次があれや、31。はい、これはあれだな、なんかエイブンのなんちゃらかんちゃらってやつ。あ違うね、常世界一家の介入者ですね。呪文打ち消してじゃないか。あそうだね、場に出たら防御を行って、防御した時呪文を対象としてバウンスすると、はい、でホイールがアンコモンクエザでした。常世界一家で攻めてきますね。こいつも結構強いですよね。4マナ作用でカード1枚引くたびに対戦相手をからライフドレインすると、強い強い。こんな感じだったな。で、団結のドミナリア。団結のドミナリアもね、これ結構安くなってきましたよね。ちょっと欲しいけどな。もうなんか結構カードが集まってきてるので、これ以上ボックス買ってもなぁとちょっと思っているわけです。隕石。はい、ボルカ。あれ？もうアンコモン？めっちゃ速くない？ちょっと待って。ここからアンコモン？え？何これ？めっちゃ3枚。これはもしかして当たりなんじゃないか？もしかして。そうでもない？そうでもないか。アンコモンがいっぱいあるだけか。めっちゃアンコモンある。お、神話レアだ。待って、神話レアの24。004番。白のカード。これなんかいいやつじゃないの？もしかして。白の神話レアでしょ？白でしょ？一点のライフを失う。なんだっけ。伝説の土地をプレイするか、伝説の子供を唱えるたびに、なんだっけ。あ、全然違う。あれだ、逃走者の枠のやつだ。何これ。
マジでこの逃走者のねやつ全然わかんないですよね。ノンマナ24であなたがコントロールしていて、これでない全ての伝説クリーチャーは威迫を持つ、はい、強い。伝説の土地をプレイするか伝説の呪文を唱えるたびにあなたはカードキム引き1点のライフをした。なんか意外と強そうだったな、意外と強そうだった。で、リア、あ、力戦の束縛だ、めっちゃ当たりですね、やった。力戦の束縛ね、意外と枚数持ってなかったんですよね。これで3枚目かな、これやった、めっちゃ当たりだ、めっちゃ当たりですね、めっちゃ当たり、やったぜ。おお、めっちゃ当たり、血染めの月、めっちゃ当たり、やった。ブラッドムーン、なんだこの、なんだこのパック、めっちゃ熱いぞ。ブラッドムーンは全ての基本でない土地は山になるっていうめっちゃやばいカードで、ただこれやばすぎて僕あんまり打つのも打たれるのも好きじゃないから持ってなかったんですけど、勝てなかったんですけど、これが初血染めの月ですね。やった、使うかどうかは分かんないけど、貼るのも貼られるのも嫌なんでこれはねちょっとね自分の中で禁止カードにしてるやつですね、はい。で、じゃあ次、バルターズゲート。今のパック良かった、めっちゃ良かった。この調子でこのバルターズゲートを、なんかいいのを当たってほしい。なんかいいのが当たってほしい。バルタ、おお、ライトニングボルトめっちゃいい。強い。3点火力めっちゃ強い。アナグマ、ホライアスのパラディン。なんか最近イニシアチブがすごい。ね、見直されてるというかレガシーで活躍してるからちょっと高くなってきてるんですよね。コーヒーのインカンだ、強い強い。ウィルソンだ、めっちゃすごい。クマっすね、ニワナニニで警戒到達トランプルと打ち消されなくて後方に持ってると。で、あとは背景選択がある。はい、トークンパワーアップするやつで、エッチングフォイルも出るんだね、同じ背景ので。シンワレア44、はい、009番、白のカードかな。うん、イニシアチブのやつは神話レアじゃないかな。え、もはやね、わかんないですよね。あー、こいついたね、ティアの戦戦士。こいつね、なんかめっちゃ強そうなんだけど、今のところね、あまり出てきたこともないし、活躍したこともなくて、いつの間にかデッキから消えてたんですけど、なんかね効果的にはめっちゃ強いですよね。4マナ44飛行で無人で、無人ってアタックするたびにそのアタックしてる以外のプレイヤーになんか殴った状態でコピー出すみたいな感じなんですよね。で、殴ってる時に一番多くの手札を持ってたらカードを1枚引いて、土地を一番持ってたら宝物トークンを生成して、ライフを多く持ってたらこっちがライフを得ますよってやつなんですけど、こいつなかなか強いんですよね。なかなか強いけど、デッキに入れてても、なんかね、今のところ出たことがないですよね。出たことがないから、なんか出てこないから、外していいかなと思って、いつも外して、なんか、いつの間にか使わなくなってるカードですね。で、次が52、レアですね。はい。アベインさんですね。神ですね。神でした。神。で、コモンでした。黒竜門ですね。はい。これは一部の界隈になんか、非常に人気のあるカードなんじゃないか。フォイルって どうなんですか、どうなんですかね。お、で、リストですね。はい、ここからわかる。インワーザベストリーダーアーオープントゥオールタクティス、わからない。クリーチャーをプレイヤー2ダメージ、今のサファイアクリーチャープラッド、ここに書いてるね、プラッドライト。ね、これはね、わかんないね。なんだこれ。クリーチャーをサクって2点飛ばせるみたいな。こんなのがありました。はい。もうなかなかいいカードですね。はい。ということで、残り3パックになりました。ダブルマスターズから。パックの値段的には、ダブルマスもモダホラ2も割といい感じか。もしかして。あ、そしてなんかリストガールっぽいな。で、ダブルマスターズに、絶対出てくる謎めいた戦艦と、お、パスとイグザイル、強い。ホイールですし、ホイールだし、あ、で、ここが、おお来た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 、コジレックだ、コジレック。10マナ12、12で、これを唱えたとき、カードを4枚引いて、名殺用ですね。で、こいつが墓地に置かれたら、こいつをライブラリに戻して、
切り直すと。これは当たりなんじゃないかっていうかね、なんかよくコジレックとか使ってる人いるんですけど、なんかね、どのコジレックなのか、どの裏モグなのかね、僕はね、ちょっとね、よく分かんなかったりするんで、なんか、一回ずつ、これって滅殺ありますかってめっちゃ聞いてますね。めっちゃ、はい、こいつは滅殺あるコジレックでした。はい、そんなやつ。で、次がレア、23。はい、人質取りでした。コジレックもなかなかいいんじゃないかな。ただ最近フルアートとかが結構出るんで、そんな値段はしないのかもしれないな。どうだろうな。これはバンデータラフリチャやアーティファクトの近くでない人と対象として、戦場を離れるためまでそれを追放して、追放されている限りこいつを使ったら唱えることができると。冷徹の心情、セレズニアの、他に何かある？今の日は、はい。うちの探求者。まあこんな感じか。まあこれは結構いいですね。あと実験体っていうか、実験体あれなんだね、顧問になったんだね。これ昔ズーとかのデッキで使われたらしいんですけど、っていうかウーズなんですね。これウーズなんだ。これなかなかダブルマスターズなかなか良かったな。いやちょっとやっぱりね、神側は当たりがね、夢があるからやっぱり最後だよね。じゃあモダンホライゾン2からいきますか。久々のモダンホライゾン2。なかなか今回の結果はなかなか良いと思います。こう一攫千金も強いんですよ。これ1マナで宝物トークン出せるんですけど、フラッシュバックで3マナでもう一回唱えれると、これ割と強いですよね。あ、このフェイの贈り物も結構強いんですよね。このね、3マナで終了ステップにクリーチャー呪文とクリーチャーでない呪文を唱えてたら、手がかりと宝物と食べ物、食物トークンが出るんですけど、これはなかなか強いんですよね。なかなか非常に良いと思います。良いと思います。で、なんかなんとか船長、はい、あレアですね。ダイヤモンドのライオン、ライオンの瞳のダイヤモンドのなんか生き物になったバージョンですね。はい、なんか生き物になるとめちゃくちゃ弱いとで、アンコモンが来てミシラの交渉、はい、まだあったっけ？まだあるよね。もはやこのモダンホライゾン2のセトブの順番が分からない。あ、コモンだった。コモンだった。はい、コモンでした。モダンホライゾン2はあれだな。しょっぱかった。じゃあ最後、神側行きたいと思います。神側物語は、このね、ホイールのね、ホーロウオーのセットブースターのバージョンがやばいっすね。これはめっちゃやばい。やばい値段がするので、そこら辺が当たったら嬉しいなーっていう感じですね。神の会。あれはね、そうそう出ないっすよね。千人客。もうなんか久々だから忘れてますね、全然。戦乱時だ。ここでシンワレア。黒い。え、黒いのこれ。黒いわ。シンワレアの黒いやつ。もうちょっと上見るかな。もうちょっと上見るかな。全然分かんなかった。今これ。あー、これあったね。黒っていうか全然、まあ白黒か。白黒でしたね。精霊の姉の召喚で5マナで終了ステップに、墓地にあるパーマネントカードを一つ対象として、その同じカードタイプのパーマネントを削るとそれをリアにできるみたいなやつですね。はい。で、ホイール、あー、コモンでした。コモンでした。はい、最後は何もなしと。はい、ちょっと、やっぱりね、セトブ1パックじゃ無理ですよね。ワンボックス買っても出てこないですからね、全然ね。はい、ということで、今回の、サクッとした開封は以上になります。結構良かったですね。なんか、この、なんだっけ、ドミナリア。ドミナリアが良かったですね、ドミナリアね。力戦の束縛と地蔵めの月ね。あとはこの、バルターズゲートのティアのエキサ戦士出たし、
ダブマスからコジレック出たしね、そんな感じでしたね。なかなかいいラインナップだったんじゃないかなと思います。じゃあ今回はねサクッとした開封だったんで、これで終わりたいと思います。それではまた、じゃあねー。